初めは月一体、次に月は太陽の中に潜って見えるのは太陽だけとなり、次に月だけとなり、最後に国が生まれたと解釈できる月神事の言葉は、太陽系の発生順序を表すと同時に地球上の重要民族の発生順をも表す。人類は太陽に象徴される現日本人と月に象徴される現ユダヤ人ケルト人とで始まった。つまり縄文人とケルト人とでモンゴリアンとして木と土と石の文化を持って始まった。そのうち木と土は風化して石だけが残り石器時代と呼んでいる。人類アフリカ起源説は誤りで、ユダヤ人の古い家系の子供には蒙古斑が現れるというのは彼らがモンゴリアンである証拠である。この人類の始まりを担った縄文人とはアイヌ人がそうである。アイヌ人は文字を持たないため比較的は歴史の浅い民族とされるが、それは誤りで、縄文式土器は戦前アイヌ式土器と呼んでいた。またアイヌ人の DNA には縄文人の遺骨の DNA と完全に一致するものが複数見つかっている。さらに縄文前期から中期の青森県三内丸山遺跡には、幼くして亡くなった子供は早くに転生するからまた元の家に戻ってこれるよう家の入り口近くに埋めた、この習慣と考えはアイヌ人と同じである。また物には魂が宿るので、使い終わった物は物を送り場に置き魂をあの世に返す考えが三内丸山遺跡の縄文人にはあった。これと同じ考えをアイヌ人は持っている。アイヌ人を知ることは超古代史を知ることである。世界史の始まりと飛躍を担った民族のことを日本人は知らなすぎる。和根塾が初めて明らかにする。